どうもショータイムゴルフです今回はですねゴールデンバレーゴルフクラブにやってきました。関西のゴルフ YouTuber この方たちです。イエーイ皆さんゴルピアの皆さんです。どうもヒロです。ゴルピアのヒロです。ユウです。そうです。はい、そういうことですね。3人揃って、はい、ゴルピアです。前半はゴルピアさんの方で撮ってるのでゴルピアさんの方で見てください。見てるかショータイムいや見てるですよ今。よろしくお願いします。お願いします。はい、あるよ。あると思います。はい。あれぶち込んでくるやん。巻いたか。どうや本域どうやったしてきた。あのおじさん飛びすぎよ翔太くん。うちの先生が見せましょう。ここ行く打つっていうのね。そうですね、同じポイントから打ちましょう。はい、ディスポイントからね。yes. ここ打つんだよと。ディスポイント、ディスポイント、そうディスポイント。ちょっとバンス入れる感じでいくとドライバーが欲しい。そうなんですか。はい、ドライバーでバンス入れる。そう、聞いたことないですけど。みんなやっぱ綺麗に打つすぎなんですよ。バンスを、ね、当てる感じで、ね、なるほどめちゃくちゃいい球。ちょっと吹くかそれフィニッシュよ。ハレーナイス。飛ばないってね、こういうことなんですちょっと笑ってるな。ショータの時は俺フォロー吹かしたっす。だからっす、先輩そんなに気落とさない。まあまあ、落ちてない落ちてない全然落ちてない全然笑ってますよ、飛ばない説に関しては。あ、ほんと？やっぱショータイムさん思ってんだろうな、やっぱりな。あいつは飛ばねえなって。デブ飛ばねえな。うん、ただのデブだなってでもコミカルデブ言ってましたよ。あ、そう、うん、そんなこと言ってた悪いな。コミカルなデブ。コミカルデブ言うとった、うん、とうとう、うん、差別発言出した。うわコミカルなデブですね。本当に全国のデブファンを敵に回したなとうとうショータイム。デブファンでもおる？うん、全国のデブ言うたらもう世の中の6割5分やで。例えばあの言われへんけど PE さんとか PE さんとか PE さんとかカン君とか。カン君デブじゃないでデブタレでしょあれ。これ何言ったらいい。なんでサンドちゃうカートがあるから。翔太君に聞いた。カートあるからサンドちゃう。翔太君に聞いたの。ドライバードライバーで下行くのカートの。あ、無理や、あっちまで行く。こっちは そうなるよね。なん聞いてみ翔太くんに何がダメか。スプーン持たないとそっちダメなの。でもちゃんと当たってるよ真ん中ほら。ええ言われてるじゃん。向き合ってちゃんと向き合ってこの問題と向き合ってうちの層と向き合ってちゃんといいとこ行ってるから。あ、ナイスか。結果的にはナイスか。ナイスか。何サンキューこんなへこばってそっちへこんでないから。刻んじゃう系。250アゲンスト正確には完全に右からやっちゃうんです。右からフック、いい球。でもナイス。もう230ぐらい飛んでないね。いやいやいや、あれ左ピン方向やったら池やから。池じゃん。いやピン方向やったら池やからヒロさん。うん、安心して。うん、ごつい。これやお、すげえ。ごついな、完璧。どうや、いやもう完璧やわ多分。えぐい、ナイス。ナイス。これよショータイム言うたら。クラブ何番？スプーンズ。
スプーンです。俺もスプーンです。この差。この差。やっぱり皆さんが思った通りの差。そうです。安心してください。皆さんの思った通りの差です。飛ばないチーム対飛ぶチーム。はい。すいませんでした。いや全国の招待の皆さん、すいませんでした。すごいな。ナイスボール。ありがとうございます。ね、あんな球、うん、生きた球やった、ね。生きた球やった。俺のしんどった。完全にもう打った瞬間からしんどった。球柔らかすぎるんじゃない、翔さん。翔太くん多分球硬いじゃん。あれプロットやろ。あれプロットやろ、このボール。全然知らん。今拾ったってきた球。GoPro は使う？いっか、そうちゃんし。そうっすね。おい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 。お前ら。200を言うよ。なんでこんな足んないよ。おお。まれに見る今日一、父ちゃん、飛べば飛べ。はい、そうなるよね。上げすぎ上げすぎ。なんでか聞いてみ、ソダ君に。なんで？なんであかんのって。スプーン持たないからだよ。違うよ。今はちょっとこれで大きすぎたんよ。嘘だからカップに入れたんよ。あ、なるほど、ね。ゼフェイト入れたんよ。はいはい。の結果は？20だと。だから言ってやん、ソダ君みんなスプーン持ちなあれって。いやスプーン持ってないから。あ、持ってあと5番打ったか。いやもうそこのさえでゴルピアのショータイム、ゴルピアのみたいになってるけど、これ実際ショータイムの動画やからね、そうじゃん。そうだよね、知ってる？確かに騒ぎすぎてるけど。いや大丈夫、俺騒いでないから。俺も騒いでないから大丈夫。一人騒いでる。あの赤いおじさんが騒いでるんだよ。一人騒いでる。一人騒いでる。一人で騒いじゃってるから、うちのヒロが。多分念願のショータイムに泊まれて嬉しいな。そうそうそう、これも嬉しいっす。ついでやろ、ついでやろ。完全ついでやろ。めちゃくちゃついでよ。ついでもええとこついでよ。まあでもこれもタイミングやからね、うん、神様の。そうそう、うん、うまっ。ヒロさん、三打目なんかグリーン方向に歩いて行ってますけど、何を見に行ったのかはよくわかんないですけどね。いや、だいたいするやん、みんな。見に行くやん、なんか。滑らしてきたね。うん、ナイス。ファンね。うまい、ナイスアウト。出る出る、一番遠い寄ってる。バーディパット、はい、ガジバーディ入ったね、翔太。今フォロー吹かしてるから、池に向かって順目やから。入れ、ショータイム。おお、惜しい。オッケー。頑張ってください。オッケー。笑ってください。いや、じゃあ笑ったことないです。きたー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。入ってるからさ。これあれですか、ヒロさん、上がったら風呂場でストレッチするんですか。まあこの時間帯だったらタオルあるよ。え、大丈夫ですか。なんかあれタオル持って帰っていいものなんですかね。いや基本的に道徳的にはダメだけど、うん、やっぱりまあ、家にタオルない子とかいますもんね。そう、やっぱり育った環境によってはやっぱりむちゃくちゃするやつもおるんじゃない。じゃあヒロさんは上がってストレッチすると。そうやね、まあ、ストレッチか一人ッチかはお楽しみに。お疲れです。はい、お9番、9番。おお、いい球。いやいい球。ズームされてる今。あ、ズームしてる、ズームしてる。あ、弱い、ちょっと弱いね。カラーちょ見えへん。弱いでしょ、弱いっすね。何番ですか。8番でいきます。8番。いい球、いい球。あ、もうズームしてないよ。してますよ。ナイスオン。
乗っただけ。何番？9番。何層まで分かんの？分かりますよ。ちょっとピンの方にズームしてくれれば。そう、あ、じゃあピンの方のあそこは。はい、行くんで。言ったよ。手前やん。はい、そうちゃんが立ってるからやっぱり。え？風遮ってきちゃったよ。そうちゃんじゃフォロー掴んで。いや、俺の中ですげえフォロー。かっこいい。もうえらい持ち上げるっすよ。ありがとう。社長。社長えらい持ち上げるっすよ。いや、太鼓持ち芸人。いや、そんなことないですよ。そうちゃんのおかげで今までやった。うわ、太鼓持ち芸人。これからもよろしく。っていう気持ちを込めてショットします。なるほど。これからもよろしくショット。これからもよろしくショット。乗ったら OK やし、外れたらダメってことだ。はい。ダメかもしれん。いい球でも。うん、いい。風つけ。おお。ほれ、ナイス。ほれほれ、来た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 。おお、ナイス。痛い。これカット。せっかくいいズームしてたのに、カットされちゃうよ。もう年齢もバレてるし大丈夫だって。いやいや、ちょっとし謎を残すといいよって。謎？だいぶ残ってる。大丈夫大丈夫。大丈夫。なんであんな金持ってんだと。そうそう。いや何者なんだろう。なんであんな旅しまくってんだと。旅芸人だね。うん。ヒロさん。はい。見たね今。は？ナイスオンやね。俺もナイスオンじゃん。俺もナイスオン。誰乗ってないの？ショータイムゴール。ショータイムゴール。うん。距離じゃ語らへんからって話ですよね。まあ正確性だよね。ショータイムゴール。精度だね。そうだよね。うん。ディスタンスじゃないんだと。アキュラシーなんだと。これズームする？来た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 。オッケー、ナイスパー。はい、どうも。遠いじゃったね。これやったやろ、そうちゃん。これですよ。ジュニアの子真似したかんで、こんなん。はい、ナイスパー。はい、どうも。ショータイム言うたら、はい、どうも。あ、そうなん？そうね、ショータイム。そうっすよ。はい、どうも。はい、どうも。そうさん、バーディーパット。ええー、下りだけどビビりすぎじゃないですか。いや、今のは完全ダフったね。これは、スライスだけでいいんですかね。はい。超下り。なるほど。ナイスバンカー、トゥーハンドのやつ。もう違和感しかないんやけど。いや、ヒロさん、今のはあかんねえ。おい、打ちかけるなよ。こんな綺麗な声で。バンカー、メンタル強すぎるよ、あの人。いや、多いよ、最近、ここ。バーディーパント。はい、サンキュー。はい、ナイスバーディー。はい、チョイスラ。うーわー。そんな曲がる？はい、ありがとう。はい、ナイスパ。地面動いたね。はい。地面動いた。カップじゃなくて。あれ、よかったよかった。映してないもん。おい。いやー、このボケやりたかったっす。竹内くんったらフェーダー？フェーダーっすね。じゃあみんなフェーダー、カン君以外。はい。で、カツヤくんはプッシャーやろ？プッシャー。カツヤもう分からん。あるあるある。はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。セルキ今リーダーだから。今、セルキリーダー。こんぐらい？いや、そう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 。マジそんな低いの？本当に。本当に低いです。マジ低いです。想像の3倍は低いです。おお、低い球。難しいな。ちょっとドローになっちゃった。ドローなるもんな。でもオッケーオッケー。はい、どうも。はい、どうも。でも言われるの？はい。はい、どうも。はい、どうも。でもね、悪くないよ、そんちゃん、今のワンタッチ。うん、ワンタッチやけど、ツータッチがあってね、動き的には悪くないよ。
で、翔太君あ、悪くないです悪いな、昔から一番悪いな、ね、父ちゃん、さっきからもうパーパットは取れへんしラッシュアップ。おしゃれさ、これ大丈夫ですか？多分ギリ大丈夫、セーリアギリギリでいつも生きてる。結構後ろのおじさんたち動いてる。なんか絶対フェード打たなあかんもん、まあ、僕見たらフェードっすよな。あんまり無人や、あの T でドロー打てるってまあまあヘボいでパターンなってん、うん、いらずな、ここ苦手っすよ、ここ打ちにくいね。上からキャンよ、こういう時だな。ちょっとオープンにして肩だけ合わせて、うまっ、うまっ、うまっ、激うまっ。お仕事は DM まで、お仕事は DM まで暫定休憩、はい、はい、ナイス。これ言いたいだけちゃう、でもショータイムを言ったらこれっすよ。早なかった、でもさ、覚えとかなあかんすよ。え、はい、ナイス、はい、はい、どうも。あ、そうそうそう、はい、どうも、はい、どうも。でもなんかゴルピアンでやってる時より目がなんか開いてない？あ、起きてきたんですよ。なんかしてきた。あ、そう、アイプチしたんです。ウォーミングアップしたの。ちょっとなんかしてきた前半ウォーミングアップしたからなんか昼飯食って出てきた時なんか目が大きくなってたからなんかしたんかなと思って前半ウォーミングアップっす。アイプチしたん？してないです。193ナイス。何番？もう言うの6番でフライヤーするから、うん、6番で打ってみたら、まあ右手前ピンって右手前ですよね。はい、フライヤーしたよこれもうゴロゴロゴロになる、そうちゃん120ぐらいですか、残り120上り入れたらもうちょっと、はい、でかいか、ちょっと左、ちょうどぐらい、43え、ちょっとディボットやから、あ、危ないように気をつけますわ。おべあかん、ちょっと差し込みすぎた、そうさ、なんか2段グリーンの下の段だって、バンカーの手前の左足下がりのロブでいきます。ロブ、ロブ、そこ大丈夫、大丈夫、うまっ、これいいんちゃう、え、うますぎる、めちゃくちゃうまいで、今日一めちゃくちゃうめえ結構距離あるね、これうまい、わかった、ショータイムの秘訣が、ヘッドスピードが速い、そこ、うん、今のです、今思ったそこ、うん、今ショータイムの平均ヘッドスピードは多分52ぐらいちゃうゴルピアは48ぐらいですよね、3人合わせて3人合わせて43ぐらいな、平均平均、うん、韓国63やろ、出してきた癖、右癖、グリーンが速いからなんかちょっと前から手前からなっちゃう、はい、ナイス、ちょっとみんな2回ぐらいで終わらせてもらえんやろか、うん、ショータイム、いやお、曲がんないのかい、 OK、 曲がらないんだ今の、斬新やね、それボール入ってなくなる、おー、ナイス、ナイスパー、ナイスパー、パー、違うよね何、もう一回入れちゃってるから、一回入れちゃった入れちゃった、来た、あれフック、はい、来た、あれ
お疲れ様でした。今日はありがとうございました。あ、おったおったおった、もう一人おった。大体今日2人か3人ぐらいでゴルフしてる。ウィニングパットよ。フェース面も映るんじゃない。そのカメラはフォローの風出ない。大丈夫だとしたらもう怪獣や。馬みたいなもんや。オッケー、オッケー、ありがとうございました。お疲れ様で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 した。大丈夫ですか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ノーサイド。ノーサイド。ノーサイド。いやー、負けましたね、多分。いや、ということはまあリベンジ待ってるわ。リベンジ行かしてもらっていいですかね。ああ。リベンジ来てもらってもいいですよ。いいですか、はい、来てもらってもいい。来てくださいでしょ。待ってるんでしょ。だから来てもらいなさい。カメラに向かって、ほらこちらの皆さん、リベンジに、関東に、来てください。行きましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。いや、今日楽しかった。久しぶりのゴールデン、やっぱなかなか難しい。いやいや、ショータイムさんとのコラボよ。いや、もうこれだから一緒にご飯食べてくる。そうね。ショータイムどうでした。いや、めちゃくちゃ楽しかった。本当ですか。はい、いや、そうやって言ってもらえたら嬉しいですよ。ただ最高でした。うるさい奴らが多いんで、またぜひね、なんかさっき動画撮ってましたけど、リベンジかどうたらこうたら言ってましたけど、ね、はい、リベンジしたいです、ね、またリベンジさせてもらえたら、はい、こちらも嬉しいんで、またぜひ、ね、ゴリピアさんとショータイムさんで日本の YouTube 界を盛り上げていってください。そうですね。それでは行ってください。ゴルゴルショータイム。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それでは行ってみよう。ゴルゴルショータイム。